能登には棚田の風景が広がる千枚田や揚浜式の塩作りなど自然と共に暮らす営みが残っています。こうした能登の暮らしそのものが評価され、2011年、能登の里山里海が世界農業遺産に日本で初めて認定されました。日本の原風景とも言われる景観が訪れる人々を魅了しています。1000年以上の歴史を誇る輪島の朝市、通りにはおよそ250の露店が並び、新鮮な魚や野菜、民芸品などを求めて数多くの観光客が訪れます。輪島市白米の千枚田は能登を代表する景勝地の一つ。幾何学模様の棚田が織りなす風景はまさに日本の原風景です。珠洲塩田村は能登に古くから受け継がれてきた塩作り、揚浜式製塩法を今に伝える道の駅です。施設内では世界の塩の文化が紹介され、塩作りの見学や体験ができます。能登半島の最北端にある六甲崎灯台は通称のろしの灯台として知られています。明治16年に作られた白亜の灯台は日本の灯台50選にも選ばれています。珠洲市にある見附島は海に浮かぶその姿から別名軍艦島と呼ばれています。その高さは30メートル近くもあり、奥能登のランドマークとして親しまれています。能登丼は新鮮な海の幸、山の幸など能登の味覚がぎゅっと詰まった丼です。能登産のコシヒカリ、器、箸でいただきます。奥能登一円の飲食店で様々な種類の能登丼を食べることができます。